格好とは、超高格好目格好下に分類される鳥である。ユーラシア大陸とアフリカで広く繁殖する。日本には、夏鳥として5月号路飛来する。森林や草原に生息する。日本では主に山地に生息するが、寒冷地の場合平地にも生息する。和名は、オスの鳴き声に由来し、他言語においてもオスの鳴き声が、名前の由来になっていることが多い。俗名。 キューカラスも本種の鳴き声に由来する。種商名キャノリスは響く音楽的の意。本種だけではなく、キューカラス属は体温保持能力が低く、外気温や運動の有無によって体温が大きく変動することが知られている。植生は動物食で昆虫類をはじめとする節足動物等を食べる。主に毛虫を食べるとされる。 自分より大きい本種のヒナに餌を与えるオよしきり、キューカラスキャノリスキャノリス、アクロケファルスアレンディナッチアスキューカラスキャノリスバンシー、ファニークユリスモーシエリ本種は、拓乱を行う種として有名である。本種は吉吉、オよしきり、ホウジロ、モズトウノスに拓乱する。近年ではおナガに対しても、拓乱を行うことが確認されている。拓乱の際には、 巣の中にあった卵を一つ持ち去って、数を合わせる。本種のヒナは短期間で孵化し、巣の持ち主のヒナより早く生まれることが多い。先に生まれた本種のヒナは、巣の持ち主の卵やヒナを、巣の外に放り出してしまい、自分だけを育てさせる。ただし、拓乱のタイミングが遅いと、先に孵化した巣の持ち主のヒナが重すぎて押し出せず、一緒に育つ場合もある。 ある個体が巣に卵を産み付けた後、別の個体が同じ巣に卵を産むことがある。二つの卵がほぼ同時に帰った場合、二羽のヒナが落とし合いをする。また、本種の卵を見破って排除する鳥もいる。それに対抗し、格好も、その鳥の卵に模様を似せるなど見破られないように、するための能力を発達させており、これは、語り編外嬌進化の典型である。 格好がなぜ拓卵をするのかというのは未だ完全には解明されていない。が、多種に拓卵する鳥は体温変動が大きい傾向があるため、体温変動の少ない多種に放乱してもらった方が繁殖に有利になりやすいのではないかという説が有力である。ちなみに、同種の巣に卵を預ける種内拓卵は、鳥類では多くの分類群で認められる行動である。 寂れた様を表す、観光長が泣くの観光長とは、格好のことである。古来、日本人は、格好の泣き声に、物寂しさを感じていたようである。松尾芭蕉の国も、憂れき、我を寂しがらせよ観光長というものがある。ありがとうございます。